はじめ空っぽのコンデンサー抵抗電池つなげてスイッチがまず開いてますスイッチを入れた直後っていうのはまだここ電気たまってないですから電圧がゼロなんですだから電池の電圧が全て抵抗にかかりますつまりここは導線やと見なしてあげたらいいんです10ボルトの電圧が全て100オームの抵抗かかります オーのの法則を考えたら電流 I が R 分 V とで、だんだん電気が溜まっていくと電流が流れなくなっていきます。理由はコンデンサーの電圧が大きくなっていって抵抗にかかる電圧が小さくなっていくから電流が下がっていくんですよね。やがて充電が終了します。電池の電圧と等しいっていうふうに はじめの授業でお話ししたけど、なぜこんなことが起こるかというと。充電が終了しているってことは電気が流れてないってことだよね。電流がゼロ。これが十分に時間が経った時です。ってことでコンデンサーの電圧が10ボルトやから9。コル CV よりマイクロっていうのは10のマイナス6。乗ですから。1。かけ10のマイナス6。乗ファラドかける電圧10で1かけ10のマイナス5乗クーロン。 もしマイクロっていう単位を使うなら10マイクロクーロンでも大丈夫です。まあ、こうやって 1×10 のマイナス5乗クーロンの電気がコンデンサーにたまったんだけどこの間に電池がした仕事はいくらですかと。こちら電池です。電池って決められた電圧今回10ボルトこの10ボルトの高さに電気をよいしょっとこう持ち上げるわけだけどここで運んだ電気量の合計かける電圧ね。 ってことで公式 W=QV イコールですけどまずどれぐらいの電気を運んだかっていうとそれはコンデンサーの電気量変化でわかるよね、まあ、例えば最初コンデンサー0でした3クーロンたまりました3流れたんですよねだから3-0つまりあと引く前ですねだから最終的に 1×10 のマイナス5乗引くはじめ空っぽやったからこういう計算ができるんですと 仕事は電気量がこれで電圧が10やから 1×10 のマイナス四乗ジュールの仕事を電池はしました抵抗で発生したジュール熱はいくらか静電エネルギーの変化は電池がした仕事からジュール熱を引いてそして外力がした仕事を足しましょうっていうもうこの塊で覚えてもうたらいいと思いますで今回知りたいのは H やから H イコールに直しましたじゃあまず 電池がししたた仕事やけどさっき求めましたね次マイナスのデルタ u ですけどこのデルタ u 静電エネルギーの変化を計算しましょうまず静電エネルギーの公式はいずれか使えばいいけどまあ今回溜まってる電気量が既に分かってますコンデンスの電圧分かってますから、まあ、2分の 1QV の公式を使ってエネルギー出しましょうね変化やから前を引きます だから二分の一かけ電気量をかける十ですね。だから五かける十のマイナス五乗ジュール、静電エネルギーが変化しました。それから今回極板間隔開いたり誘電体引き抜いたりしてませんから外力の仕事はありません。って感じで代入していただいたら計算できますね。五かける十のマイナス五乗ジュールでした。